はい、皆さんこんにちは。弁理士の木目なめです。今回は知財関係の本を紹介します。今回紹介する本は2020年に発行された知財部という仕事という本です。著者は友利すばる、発行所は発明推進協会です。私がこの本を読んで受けた印象としましては、この本は一般向けというよりは知財の実務者向けでした。そして内容を理解するのは優しいです。特にこの本は話し言葉に近い言葉で書かれていますので、とっつきやすいと思います。今画面の右下に示している物差しはあくまで私の主観で決めたものですので、目安として捉えてください。さて、では内容を紹介します。この本は発明 The Invention という月刊誌がありまして、その月刊誌で10年以上にわたって続いている連載を書籍化したものです。内容は Q&A 形式です。全部で100問のクエスチョンがあって、それぞれ2ページ分ぐらいの分量でアンサーがなされています。内容については、例えば知財のことをよく分かっていない社長とか役員とかの振る舞いに対する対処方法ですとか、他部署の社員、まあ主に発明者ですけども、他部署の社員から知財に関する何かを相談されたときに適切に答える方法ですとか、あとは取引先への対処方法なんかが説明されています。実際目次を示しますとこうなっています。第1章、トラブル発生、知恵を絞って切り抜けろ。第2章、社内の人間関係は引きこもこも。第3章、知財の厳選、研究開発、事業部門との付き合い方。第4章、法律では解決できない取引先との関係。こういった見出しからでも推測できると思いますけども、この本は理性的な対処方法を挙げることよりも感情面の処理の話が多いです。感情面の処理といったら悪く聞こえるかもしれませんけども、要するに知財部に相談を持ちかけてくる相手が表現しきれていない本当に言いたいことを知財部員が汲み取ってあげて、結論としては同じ内容を伝えるにしても言葉を考えて変えて表現することで相手に悪い印象を与えないようにことを運んでいくということです。理性的で直接的な表現で正論を吐くということは、知財的には問題を解消できたとしても関係者の間で感情的なしこりが残ることがあるかと思います。あいつは正論ばかり言いやがってとか、話はわかるけどもあいつの言い方が気に食わないとかですね。伝える言葉をうまく選択することでそういった反感を避けることができるという、まあこの本にはそういう話が満載されています。この本を読んだ私の感想を言いますと、この本を読んでる最中に知財部の仕事は本来は何なんだろうという疑問が思い浮かびました。ここでいう知財部の仕事というのは平穏な状況下での仕事という意味です。この本のように Q&A 形式を取っている本でありがちだと思うんですけども、何らかの問題が発生した時のこと、つまり有事の際の対処方法に内容が偏りがちなんですよね。平時の状態がどうであるのかということについてはあまり説明されていないように見受けられました。まあこの本はもともと専門誌での連載でしたので、その専門誌を読む人であれば知財部の平時の仕事がどんなものかってみんな知ってるとは思うんですけども、書籍化するっていうことは専門誌を読まない一般人の目にも触れるということですので、平時の状況下での知財部の仕事は何なのかということにももっと触れておくと良かったかと思いました。
今画面には平時の仕事はとか有事と平時のバランスはとか書いてますけども、もしこの本に書かれていることが自在部の仕事の8割以上を占めているとしたら、自在部は大変慌ただしい部署なんだなと思います。反対にこの本に書かれていることが自在部の仕事の1割に満たないようなことだったとしたら、この本は困った時に開く辞典のようなものだと、そういうことになります。この辺のことはどうなんだろうという疑問が私は浮かびました。はい、今回の本の紹介は以上です。もし興味が湧きましたら、ぜひこの本を読んでみてください。そしてもしよろしければ、読んだ感想をこの動画のコメント欄にお書きください。ではまた。